恐れ山にやってきました。朝早いんでほとんど車はいません。そこが宇曽利湖、大尽山が向こうの方にあると思うんですけど、雲で見えないね、はい、こういうところだった。恐れ山、イタコ様が集まってくるという、はい、今日は閉まってね、門も閉まって中に入れない。辺りは結構硫黄の匂いが漂ってます。リーさん、はい、最北の霊山と言われる、最北の霊山、はい、今日は恐れ山。恐れ山といえばイタコのイタロウ、イタコさんの、いや違いますね、イタコさんの恐れ山、まあ霊がここに降りてくるとね言われてますけれど、やはり霊山と言われるだけあって何かこうね神妙な、なんかして、はい、恐れ山のね、ここ駐車場300台ぐらい止まりそうなね、広いところね、広い駐車場、はい、広いところで、まあここから大尽山、お尽山っていうの、大尽山、はい、お尽山だか大尽山か、とにかく大きく尽くすと書いてお尽山、入ってみたいと思います。大きく尽くす山と、でその手前にね、小尽山ってなんだね。今日は大尽山へ行きたいと思います、はい、じゃあ、山っぷ入れてください。はい、ね、宇曽利湖をね、7時間くらい周りをぐるっと、巻いて、そして45分くらいかかるそうです、登るのにね。だから合計1時間45分、はい、ではスタートお願いします。はい、じゃあ行くで、はい、今日はねちょっとムシムシが多いんで、すごい両方スタイルで、入り口はバイクとかね一応入れないっていうような感じで、こういう風に木が立ってましたね。人間はすり抜けられます。まあ鹿も大丈夫だね、猿も大丈夫でしょう。宇曽利湖のね、この周辺ぐるっとずーっとこうやってこう、ほぼ平らで、道がね、ありますよ。ここは足早に、しばらくは、宇曽利湖畔を、ほぼ平らにね、こうずーっと、はい、この上にあるのは、多分小尽山の方だと思うんですね。はい、そこまでね、宇曽利湖がね、チャポチャポ波が打ってますね。周りはね、でっかい吹きがいっぱい。まあ吹きとね、目立つのはね、水場所。あれね、まだ実はなってないけど、葉っぱはだいぶ大きくなってるね。うん、こっちもやっぱり湖のね、すごい、ほとりだから、水分が多そう。水分多そう。ね。だから、吹きがほら、こんな育っちゃってさ、もう美味しそう。恐れ山から 1.4 キロ。14キロかな。大平って、大平っていうところまであるんだね。11キロ。うん、僕らはその手前の、お尽山。はい。行きます。綺麗な水がね。はい。いくつも沢があるね。この。沢ありますね。はい。宇曽利湖にね、注ぐ沢。中にね、生き物、魚みたいのいたけど、すぐ逃げちゃって。土壌かな？なんか細かったな。あ、ここはウグイがいるんだ。共産生なんだって、湖。でも、ウグイはいるんですって。ウグイ。はい。霊場、現在地、小尽し、大尽し。よし、行ってみよう。ここは美味しそうな草がいっぱいあるね。ありますね。はい。
取り付けはまだまだ先のようですよ。まだまだ先、あと1時間半です。ね。うん、そこから取り付けなんだ。そう。で、45分の上りか。うん。そういうことね。はい。うん、森歩きにはいいけどね、うん、ああなんかね割れて全然見えませんけど、はい、この先に一休地蔵、はい、一休さんいらっしゃる、はい、そこからが取り付きね、はい、はい、もう今までずっとダラダラね、ダラダラ、はい、妖精が住んでるのかな。そうかもね。猿の腰掛け系ですね。こっちの木にもなんか、藤壺みたいにいっぱいついてる。うん。ね。食べられたら最高なんだけどね。ちょっと取り付いて登ってきましたよ。この辺は、春ゼミがいっぱい。はい、鳴いてますね。アルゼミさんがね、はい、はい、何は渓谷が流れてるね。ちょっと小広くなってて、でもまだ一休地蔵さんはまだですね。まだですね。はい、涼しくていいね今日は、はい、朝はね寒いぐらいで15度、うん、15度って言うとちょっと寒いぐらい、ね、登るにはちょうどいいけどね。参ります、これほらまだもう開いちゃったけどね、食べようと思えば食べれますね。これでもね柔らかいよね。うん、食べでしょ、うん、大つくし山、大つくし山山頂を向かうのと一帯地蔵、こっちが一帯地蔵、どこらまで行けばわかる、あ、いるんだろうね。ね、どこまで行けばいらっしゃるのか帰りに寄りましょう。はい、はい、僕らは大つくし山山頂45分ですね。はい、はい、じゃあ行きます。 いっぱい小ゴミがね、途中小ゴミだらけでもうジュルジュルですよ。美味しいんだよね小ゴミ、茹でてさ味噌マヨでさ食ってさ。一帯地蔵さんから結構急な取り付きに変わって45分だそうです。しかも何本も、はあ、これ最後の急登だよ。おう、さあどう、東北百名山大つくし山827メートル、はい、下にウソリコが、こっち崩れてるけど最初に巻いたケブだね。三角点タッチで、はい、おめでとう。いや、三連ちゃん、1、2、3、4連ちゃんだ。4段目、ね、一昨日から4段目で、おつくし山、恐れ山のね、おつくし山に来てみたら過去に巻かれたケブ、さっき巻いたケムケム、ケムケムだらけでございましたという感じですね。4回見えるんだね。あ、4回っていうか4回もう向こうは太平洋か、あれ北海道だ、これにさ北海道あっちね、多分ね北海道。
北海道でっかい道、これはまあまあこのぐらいあった方がいいよ。暑いもん。はい、来ましたね。こういう美しい山ってこういう感じだった。から来たんだよ。あのちょっと白っぽいだってとこでしょ、うん、いや遠いね。でもなんか帰りは山菜だらけで、今日山菜尽くし。テントにできれば一番いいけどね、なかなかね。霊場恐山は慈覚大師様ですよ、兄さん。開山されたのが円仁様です、円仁様。はい、山道騎馬原始林の実から霊水滴で、その霊水なる水は不老水とも、はい、兄さんに今ネギをカットしてもらっております。ネギカットしてます。今日の収穫ふき、こごみ出ました。すごいよこれね。まだね、谷のねみずみずしいところのね、本当に若い美味しいタイプ、うん、美味しいね、うん、美味しい。特別な味よ、うん。っていうか、うん、美味しい、うん、これね、兄さん、え、兄さんのお水で茹でたそばはどう？この世のものとは思えないね。そういう、うん、美味しさ、うん、で、きゅうりもね、今そこの水で冷やして、これ味噌とマヨネーズでね、あの、これは麦味噌麦味噌、熊本の麦味噌、青森の水で冷やしていただいています。美味しい、いただきました。